パリ五輪第5日、卓球混合ダブルス決勝、30日パリナンアリーナ。混合ダブルス決勝が行われ、王素金、孫英サ組、中国、ガリ・ジョンシク、キム・グムヨン組、北朝鮮を4対2で下し、卓球王国として今大会1種目目の金メダルを手にした。ところが試合後に悲劇が起きた。王のラケットが記念撮影しようとカメラマンが押し合った際に折れてしまった。 金メダルを喜んだのもつかの間、大事な、相棒、を失い、自分の感情をコントロールできなくなった。恋ではないと思うが、なぜカメラマンがそんなことをするのか理解できないとショックは大きい。一夜明けて現地31日午前10時にはシングルス2回戦が予定されており、団体戦もある。起きてしまったことはどうしようもない。予備のラケットでいいプレーができると信じるしかない、とうつむいた。 このアクシデントに、21年東京五輪混合ダブルス金メダルの水谷隼氏は自身の X、旧ツイッターで、ラケットを折られたのはかわいそうすぎると反応。プロの選手は1グラム単位で重さを指定して、自分の持ちやすいグリップに加工して、汗や湿気で弾みも変わってその都度調整して、馴染んできてやっと自信を持って信じれるようになる唯一無二のパートナーなのに。 ラバーの破損は替えが利くし、ラケットの傷や汚れ程度ならなんとかなるけど、折れたラケットは絶対元に戻らない、時間をかけてやっと完成させたラーメンのスープをまた一から作り直してくださいと言われるようなもんだよと絶妙な例えで卓球選手にとってのラケットの重要性を強調。同じくらいの実力の選手と、自分のものじゃないラケットで試合したら1万パーセント勝てない、ともコメントした。